新平家物語第330回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。ロイ風神御所跡といっても今は樹木のほかに何の面影も残していないひどい貧民窟であるここかあの医者の住んでいるところはそうですと 道案内の男は指さしたあの大きな柳のそばに見える小屋が医者の家ですがなんとか言ったな医者の名は阿部の朝鳥というので朝鳥かいやえらいところに住んでるものだなまるでガキ町だおい先へ行って覗いてみろいるかいないかちょうど朝鳥は家にいた 妻のよも,ぎもこの朝丸を遊ばせながら家の外で水菜を桶へつけ込んでいたそして客の気配に戻ってみると従者二人ほど連れた立派な客が夫の前に何か礼物を差し出しているこれはご丁寧に朝鳥はあっさり礼物を受け取って妻へそれを預けたが一向ありがたそうな様子もなく無愛想な顔を守り続けた 吉次は張り合い抜けがした、また腹も立った。霊物には彼としても過大なものを奮発してきたつもりである。それを鼻先で受け取って、世辞一つ言うわけでもない。貧乏人の負け惜しみよ、と吉次も故意に霊障を浮かべた。時に医者殿。はいつぞやは妙な言葉を伺ったが、何を申しましたろうか。 この吉次の要望には人並みに死ねぬ人相があると言われた。ああ、あのことですか。世も冗談ではありますまいな。もとより冗談ではありません。人様の運命についてなど、今日はその理由を伺いたいと思って参ったのだが、それは困りましたな。なぜ 理由はあなたご自身にあるのですから、ご自身に聞いてください。朝鳥は存じません。ただ感じたままを老婆心までに申し上げておいただけです。いや、吉次の要望を見て感じたとは何を感じたのか、それだけでも所存があるに相違ない。言いをしても聞き流せぬことだ。もしまた根も葉もないざれ事と申すなら、 なおのこと勘弁ならぬ。では、申し上げましょう。おう申してみよう。その代わり、怒ってはいけませんよ。怒らぬと保証はできぬ。なるほど。怒る怒らぬは、誰でも自分の勝手ですからね。では、私にも勝手をさせてください。私は今、何も喋りたくありません。言ってみても、無益らしいゆえ。 何無益だと言う言わぬこれは私の勝手でしょもし私の意志を曲げたいならあなたも自分の顔を折ってくださらなければああ怒らぬと誓ってよいいざ申せでは申しますかな朝鳥は薄ら笑いを消したそして失礼ですが 奥州の金売り吉次殿が上洛するとその後この都には決まっていいことはありません何か不吉が起こっていますまさか遠い昔の方言平次の乱までがあなたのせいだとは言いませんが以後の仏装やら太郎焼二郎焼などと言われた大火殿ま待て待てわしの素性をお主は知っているのか 金売り殿の名は京蕨でも知らないものはありますまい。分けても私どもの夫婦にとっては忘れがたいお人です。はて、どういう縁があったろう。お主と俺と。九郎義経殿を遠い秀平殿のお国へ連れ去ったのはあなたでしょう。あなたが門分かしたのだともっぱらな評判でした。妻のよもぎは九郎君の母子で、 時は様に仕えていた女ですからああそれはまた奇縁であったがしかしこの騎士が都へ顔を出すと都に不吉があるとはどういうわけかあなたは乱を好んでいるでしょうが乱を好むとは世が平穏では商売にならない商売を狙っていらっしゃる静かな世間よりも地獄の地上を待っている そこでこの度こそは頼朝殿の旗揚げとかで源平二陣が一尺の地上も余さずこの世を修羅と戦うことになりそうなので時こそよしと秀衡殿の命を受けてまた地獄のけしかけ役に上洛なすったものでしょうがこ。こ、これ朝取吉次の顔はいつの間にか仮面のように変わっていた。 黙って言わせておけば秀平泥の女まで出して何を口走るか。でもあなたが申せ申せとおっしゃるので申し上げているのです。誰がさようなことを言えと言ったか。でもお話の順序として根本から申さなければご合点が行きますまい。つまりあなたのお顔に出ている思想とあなたのやっているお仕事とは別物ではありません。 国と国とを戦わせ、人と人との殺し合いをやらせ、その間に自身の国を富ませ、栄華と安全を図ろうというご商売が自然お顔に思想を作っているのですから。さても大それたそしり口をそらすやつから。源氏が立つ平家が討つ。 それは自然の輪廻だし、酒がたい世の作用というもの。なんで秀平殿やこの吉次の知ったことが。いえいえ、人は知らず、朝鳥にはそうとしか見えません。こうか不幸か、私は方言の頃から、ここの柳の水のほとりに住み、都の豪華から御所の君が讃岐へ流されたもうた末路にも曖昧らせ、続いて、 平時の乱の巷またもつぶさにこの森陰で見てきました。およそむごい浅ましい人間同士骨肉同士の殺し合いを悪ほどこの目で見、ほとほと世に愛想をつかしているものです。あなたが何と偽ってもあなたの行走が承知しません。あなたのお顔には 人間の死など何ともしない残忍さが漂っていますそれは首相の怨霊のせいですそのためあなたもやがて不慮の死を遂げ秀平殿の奥にも三代で滅びるでしょうはいそれはもうはっきりと私の予言と申してもはばかりません 深い極まる顔つきで吉次は目の前の貧乏医者をねめ据えた。そしてたちまち殺意を生じたが彼の妻子が片隅で心配そうな目をしているのを見てはさすがこの場では手も下しかねた。おい、戻ろうがと立ち上がり二人の従者に目配せして外へ出た。胸をさすって一度は帰りかけたものの不安と不快でたまらなかった。 主君の密命から自分の目的までをあのように看破している人間を生かしておくのは何としても得策でないと考える夜になったら何か口実を設けてあの医者目を河原まで誘い出してこいその頃俺も三条の河原へ行って待っている吉次は六原あたりをぶらついて黄昏頃二人の家来と辻で別れた 吉次の手下は柳の水へ戻って行き出放題な嘘を並べて朝鳥を誘い出した妻のヨモギはもちろん大いに怪しんで夫を引き止めたが朝鳥は何の取り越し苦労をと案外のんきな顔して二人の後について行った河原へ来た近づく人影を見そこに待っていた吉次も歩み寄ってきた朝鳥か そううです先ほどはどはも思い切った造音をほざいたな。俺はよいが主君の女まで出た以上お主を生かしておくわけにはゆかない。多分そうだろうと思いました。と知りながら来たのか鈴虫やトンボでさえも人の手が伸びて行けばついと逃げます。人間の感能にわからないはずはございません。 さすが言いたいことを言うだけあっていい覚悟だ。本心死ぬのは何ともないのか。ご冗談を。と、朝鳥は笑って、私だって生きています。元より死にたくはありません。けれど、所詮、長くは生きていられますまい。近々には再び方言、平時以上の地獄を目に見ることでしょう。合戦の巷からは逃げ回っても、 飢餓の山屋からは逃げる先もありません。それよりも人思いに斬られるなら斬られた方がと思うだけのものです。どうぞ、ご存分に。朝鳥は河原へ座った。騒ぐ相手は斬りやすい。しかし、こういう静かな生命には妙にはずみの出ないものである。嫌なやつだな。実にどうも嫌なやつだ。 何か弱いことでも言い残すことはないのか何もありませんこんな世の中ですから最新にも常に観念は与えてありますただ私が死ぬと不憫なのは私を頼りにしているたくさんの病人です貧乏町の病人たちががっかりしましょう気がかりはそれだけですがその時少し離れた川の瀬の水あかりをすっと と横切っていく人影があったあ、もし知り人と見え、朝鳥は思わずこっちから呼びかけた。流行語彙自尊院の御坊ではありませんかおお、麻鳥のか。何をしておどらしゃる良いところでお目にかかりました。私はここに夜を人の手にかかり、急にメイドへ旅立ちまする。おお、それはまたにわかなことじゃな。 そう聞く方も別段驚きもしない風である。朝鳥と言いう、そうと言い,い、よほどどうかしている人々と言うしかない。二人は向かい合いにしゃがみ込み、何か仲良く話し始めた。あまりな睦まじさに吉次もつい聞き惚れていた。和殿が先に行くとあれば、いずれ世も木殿も尼になることであら。おこの朝丸はわしの弟子にしてもよい。 何さそんな礼に及ぶものか残るものが順々に先へ行く友の後始末をつけてゆく当然な約束事じゃよ何分お願い申しまするああ良いともそれからもう一つご厄介を願いたいのですが何じゃのごぼうには夏頃から舞夜のように河原を歩いてアジの血縁をしていらっしゃるそうでされば 鴨川と限らず窮都の中で死者の額にあの文字を書いてやったのが今宵でもう数千人に上っておる。それを私にもお願いしたいのですがお安いことじゃアジの血縁は哀れな無縁物への供養にやっていることだが朝取殿なら年頃にどんな弔いでもして死んる。 いえいえ貧しい者の,の友となり生涯も共にしようというのがそもそも私が医者を志した初めの誓いでした。私ばかり年頃に弔われても良い成仏はできません。やはり河原に捨てられた無縁物と同様にあの字を額に頂い,いてやがての出水に流されるかカラスの絵になってしまえば満足でございまする。 吉次は好奇心を動かされた一体アジの血縁とは何なのか何のために彼は舞をそんな行をして歩くのかそんなにも諸々に死者が転がっているものか吉次は竜行に尋ね出した仁那寺の竜行はこう答えた「何しろえらい飢きんです」「秋からは悪役の流行です」 毎日どれほどな窮民が死んでいるか知れません亡骸の始末もつかずこぼをかぶせたままなのや林へ捨てたり河原へ捨てたり自然の風化層を待つだけのありさまですつい昨日も路傍で見た女のが死者はエイを抱いておりましたエイはまだ息があって死者の乳さを吸い抜いているんですそんな哀れなのも見かけまする 流行は口の内で念仏を唱え、しばらく後を語らなかった。語るに絶えない様子なのである。後に この仁和寺の僧、自尊院流行の行として伝えられた記録によれば、それらの餓死者や香炉描写を毎日供養して歩いた結果、その年、自称4年から翌年の楊和元年にかけて、彼が死者の額にあの字を書いてやった数は、4万2300人に上ったということである。 これを見ても、自称4年の冬がどんな飢餓の底にあったか、帰国収拾たる灰との夜であったか、想像も及ばない。おう、サまだ風を振り返しそうだ、おい、帰ろうぞ。吉次は急に身を翻して河原から駆け出した。まるで何かに追われているようだった。 その上にもまた、吉次と二人の従者が希望を消したのは、包みの影や瓦のあちこちにいつの間にか群がっていた無数の貧民たちであった。吉次の忠銃が走り出したのを見ると、いやぁ、逃げやがった逃げていくそロらラー命拾いをしやがってどっと闇の中で嘲笑が聞こえた、そしてなお、石でも食らえ と罵る声とともに小石の雨がバラバラと追いかけた吉次の体にもいくつか当たった後で考えるとそれらの貧民は日頃自分たちが親とも慕う麻鳥の祈願と知って河原へ窮剖してきたものに違いないもし本当に吉次が麻鳥を切ろうとしたらかえって吉次囚獣こそ画廊のような捨て鉢ちの人々に食い裂かれていたことだろう およそ何十年もの間欧州と都の間を往来してきて怖いもの知らずの金売り吉次もこの晩ばかりはよほど恐ろしかったものと見えるそれから二日二晩ほどは口もきかず酒を飲んでは堀川の巣に寝込んでいたそしてやっと三日目何を思い立ったか急にまた旅装いの馬を引かせ信と福原へさして立っていた